こんばんは、岩田です。まずですね、今日取り上げてみたいのはですね、石破茂が自民党をぶっ壊すということなんですが、その前にですね、チャンネル登録のほどよろしくお願い申し上げます。今日実はですね、日経新聞に広告が載りました。後に続くを信ずと、特攻隊と日本人というこのですね、これ実は荷刷りができましてですね、でこれの広告が今日の日経新聞に載りましたので、皆さんもし日経新聞を、ご購読されている方いらっしゃったらですね、ぜひ、確認のほどよろしくお願い申し上げます。あれ？いい本だなと思って、あ、なんかいい本紹介されてるなと思ったら私の本でした。ぜひですね、日本人の歴史哲学と合わせてお買い求めいただければ幸いです。今日取り上がるのはですね、まあ今緊急速報というかですね、まあ入りました。で、これはですね、何かと言ったらですね、まあ石破茂が自民党をぶっ壊すということなんですが、これはいくつかの工程を経てぶっ壊すだろうということをですね、ちょっと述べてみたいと思います。府議会議員の重複立候補は認めない。衆院選公認で自民執行部が方針、石破首相の全発言というのが産経新聞に取り上げられています。ちょっと読んでみましょう。石破茂首相は6日次期衆院選をめぐり、党本部で森山幹事長、小泉進次郎選対委員長と協議し、派閥パーティー収入不記載事件を受けた関係議員の公認の是非に関する方針を決めた。これは要するに派閥でパーティーをやって、で、派閥で、要するにノルマを課すわけですね。で、ノルマより、例えばノルマでじゃあ100万円。2万円の、ごめんなさい。100万円だとするとですね、2万円で100万円だとすると200万円ですよね。それより超えた分、100万円より超えた分はですね、じゃあ、例えば、お前のところに返してやると。じゃあ200万円売ってきたら、じゃあお前のところには100万円分返してやると。しかもそれは不記載でいいんだと。変わらなくていいよということをやってた。これが脱税だろうというふうに言われていたわけですね。まあ、派閥でパーティーやってること自体が問題なのではなくてですね、この記載しなかったということが最大の問題なんですね。で、これについて、まあ、国民怒ったわけです。インボイス制度とかですね、いろんなものあって、今、このなんか、庶民にとってですね、大変苦しい時代を迎えてるのに、何なんだと、国会議員でこんなこと許されてと。まあこれは、まあ、本当に、庶民の怒りですよね。この気持ちは私もよくわかります。で、どういう方針になったかというと、選挙における非公認より重い処分を受けた議員を公認しない。まあそれはそうですよね。非公認より重い処分を受けた議員は公認しない。公認しないということは、これ、小選挙区制度でも、この公認しないということです。で、政治資金、収支報告書に不記載が確認された議員については、比例代表との重複、立候補は認めないということにしたということです。非公認の対象には、党員資格停止処分だった下村博文、西村高木、パンツ高木ですね、らが含まれるということです。で、まあ、これのね、意味を考えると。ということなんですが、その前に、まず石破さんが何ということを言ったかというと、私はこれまで一貫して政治資金をめぐる問題に対する国民の不信、怒りに対して自民党としてきちんと対応することが必要だと言ってきた。本日、来たる総選挙における党としての対応について方針を確認した。まず、小選挙区の公認について、党則で定める8段階の処分のうち、選挙における非公認より重い処分を受けた者については非公認とする。2番目、選挙の非公認より軽い処分でも、現時点で引き続き処分が継続している者については、政倫審で説明責任を果たしている者を除き非公認とする。3、処分を受けたその他の議員のうち、説明責任が十分に果たされず、地元での理解が十分に進んでいないと判断されるものについても非公認とする。結果として、相当程度の非公認が生じることとなるが、国民の信頼を得る観点から、公認権者として責任を持って最終的に判断をしていくものとすると。
その上で派閥の政治資金パーティーをめぐる不記載があったその他の議員についても比例名簿への搭載はしないこととし、候補者が選挙区において説明責任を果たし退路を断って有権者の審判に当落を委ねることとする。地元の有権者一人一人と真摯に向き合い、何としても小選挙区を勝ち抜いてくることを求めたい。なお、党所属議員にたにこうした対応を取る以上、私並び党役4役についても重複立候補はしないこととする。共に責任を果たしていく所存だと言うんですけれども。まあ、党4役っていうのはですね、基本的にもう実力者ですから、比例で受かるなんてことはないです。小選挙区で落ちないです。ですから、まあ、なんか自分はこれはポーズです。ここはまずポーズというふうに取って結構です。鳥取で、石破さんがですね、この落ちて、で、このなんか比例で受かるなんてことはないです。ずっと受かり続けてます。なんたって相手は共産党しか出ませんから。これは、受かり続けるわけです。で、この中でですね、まあ、まずね、明らかに分かったことは何かというふうに言ったら、この下村博文、西村高木がですね、この、いわゆる安倍派清和圏のメンバーがですね、これで公認されない。小選挙区でも公認されないよということです。じゃあ果たして、ここにね、小泉さんの時だったら、刺客を立てたわけですよね。そこまでやるのかどうか。これについてはわかりません。だから公認はしないけど、刺客は立てないということなんでしょうね、というふうに思います。で、もう一つ明らかなのは、単独比例。この比例のね、重複を認めないと言ってますけど、単独比例である、杉田水脈議員はですね、これでもう選挙に出馬することができないという状態になりました。いわばですね、一つの大きな目標としてはですね、この今回の狙いはですね、狙いの一つはですね、まあ旧と書いておきますけど、旧清和、清和潰しですね。これはまず第一にあるということは明らかです。で、まあ、これで、でね、よくわからないのが、この3番目なんですよね。処分を受けたその他の議員のうち、説明責任が十分に果たされず、地元での理解が十分に進んでいないと判断されるものについても、非公認とするっていうことなんですが、これはね、どういうことかと言ったら、おそらくですね、こんなのわかるわけないじゃないですか。この、説明責任を十分に果たしてるのか果たしてないのかなんて、どうして党の執行部がわかるんですか？党の執行部がわかるわけないですよね。おそらくこれはですね、自民党が得意とするですね、世論調査ですね。要するに会社に頼んで、世論調査をさせてですね。で、どう見たって、こいつ勝てそうにないという候補者を差し替えるってことを意味してるんだと思いますね。要するに、これはなんであなたは、これだけね、支持されてないっていうことは、あなたは説明責任を果たしてない。これ本当かという感じですよね。説明してる人が、じゃあ強いかって言ったら、いやいや、強い人は説明何にもしなくても強い場合はあるんですよ。で、何度説明しようが選挙弱い人ってのいるんですよ。だけど、そうじゃなくて、ここでの戦略としてはですね、石破戦略としてはですね、要するに、自分たちがクリーンな自民党を演出したいというときに、負けそうなやつは全部最初から公認しないと。公認やめちゃうと。で、新しいやつ立てる。で、はい、前のやつらはひどかったと。もう真っ黒だと。こんな真っ黒なやつらと、やっちゃいけないと。新しいクリーンなの連れてきたから、これに一票入れてくれという形で、罪を全部ね、そいつらに追っかぶせると。つまり弱い奴らに追っかぶせると。まあ、こういうやり方をやるんだろうということですね。要するに、2番目としてはですね、クリーンを演出。で、選挙が弱い、まあ、議員ですね。議員を、差し替えると。
あこういうことだろうというふうに思います。でまあこれでですね、まあ相当程度非公認が生じることになるというふうに言っているわけですね。ですからどれぐらい非公認になるかはまだ分かりません。おそらくですね、世論調査でここまでですね、今回石破がですねやった理由は何かって言ったら、おそらく最初石破に期待するが 50.5 ぐらいでしたね。でまあこれ普通はですねもっと高く出るんですね。この歴代の内閣見ても相当低いんです。 50.5 でスタートするっていうね、このなんていうのかな、支持率が 50.5 だと。でさらにですね、それは内閣の出る前ですよね。内閣を発表したらこの内閣の顔ぶれに期待するって言ったのは 14% しかいないっていうのが出ました。もちろんですね、これを引き下げてくれてるのは間違いなく村上だと思いますね。村上誠一郎のあの写真、これです、これを見てですね、ここのね中で期待ができるというふうに思った人はですね、まあ、まずいないと。特にこれですね、この人、村上誠一郎氏、バーっと中であさっての方向を見てますよ。でこれもう何やってんの、何が見えてんのお前にはという話ですけど、これはねもう本当に反安倍の急先鋒で立憲民主党、立憲共産党とですね変わらないことを言っていた。よく石破氏がですね後ろから鉄砲撃ってくるやつだというふうに言われてたけれども、私に言わせたらですね、村上誠一郎っていうのはですね後ろから迫撃砲を撃ってくるようなね、撃ち込んでくるようなこういうタイプの政治家なんですね。だから自民党の中で最も左、誰よりも左というのをですねここに持ってきた、総務大臣に持ってきた。まあまあこれ見てですね、まあ旧、安倍総理をね支持する人たちはなんだよこれというふうに思った。でなんとかして自分のイメージアップをね図らなくちゃいかんということで、クリーンな、このイメージをですね出そうというふうに演出し、かつですね、旧姓はつまり自分が一番嫌いだってですね、安倍さんの息のかかった人たちを潰してということでやってるのが石破で、だから今度本人としてはですね、一粒で二度おいしいというふうに思ってる可能性がありますね。要するに自分のイメージを良くするし、安倍の、息のかかったものを、次々とパージするというやり方ですよね。で私はですね、これはですね、で、これどうなるかというふうなことをですね考えてみると、まずですね比例で公認しないよということを言ってるわけですよね。弱い議員を差し替える、で、比例公認しないと。でこのね比例公認しないっていうのをちょっと選挙のシステムとしてね、きちんと押さえておく必要がありますが、衆議院と参議院では比例のシステムが違います。参議院は比例に出るという人は選挙区には出られません。参議院はだから全国比例って言って一つの比例の中で勝負するんです。ところが衆議院は違いましてね、いくつか、8つかな、ブロックに分けて、でそのブロックの中でですね、この、比例を出していくんですが、でこの比例は順位はつきます。しかしですね多くの場合は小選挙区で戦ってる人たちを同率1位にするっていうことが多いんですね。よっぽどのことがない限り。どういうことかっていうと、いいですか、参議院は今日は一旦やめておきましょう。衆議院の話ですから総選挙はね、衆議院ではどういう比例のやり方をやるかっていうとですね、比例名簿がありますと、比例のね名簿ができましたと言ったらね、多分ね皆さんね不思議に思われる方がね多いと思うんですよ。1111111ってね、比例の1位がねずっと並ぶんですよ。
え、どうしてというふうに思うでしょ。これはどういうことかと言ったらですね、比例の1位というのをね、もらった人っていうのは、まあ、これは、例えばですね、まあ一番わかりやすくするためにはですね、小選挙区で戦った人たちを比例1位に全員ずらっと並べるんです。A さん、B さん、C さん、D さん、ABCDE さんですね。で、こういうのが出てくると。全部1位だったら、1人しか受かんないとき誰になるのというふうに思いますでしょ。この場合、まず、小選挙区で受かった人が、両方出られるんですよ。この、衆議院ではね。だから、じゃあ、例えば、まあ、便宜上ですね。じゃあ、E さんが当選。B さんが当選。で、C さんが当選。というふうになったときにですね。で、残り、あとですね、じゃあ、この、1議席だけ比例が取れましたよと。ちょ、どっち、両方1位だからどっちになるのと言ったときにですね、ここで出てくるのが、席配率っていう考え方なんですね。席配率っていうのはどういうことかっていうと、得票率なんですよ。簡単に言ったらね。どれだけ、相手の候補に迫ってたかっていうことです。つまり、相手がね、100票だとして、98票取ってた人。それから相手が100票だとして、40票しか取ってない人。じゃあ、A さんは、負けたけど、98票取ってた。D さんは、40% しか取ってないよと言ったときに、この場合、この残りの1議席は A さんに行くということになるんですね。だから A さんは小選挙区では落ちたけれども、比例では復活するということになります。で、これを重複というわけですね。ですから、まあね、こういう人たちはね、国会議員の中であまり尊敬されない。ゾンビ議員って言われるんですね。ゾンビっていう。なんでかって言ったら、一旦バタって倒れたのにまた蘇ってくるから、ゾンビ。なわけですけれどもね。で、だからこれゾンビ議員と言われて、本当にこれはいいのかっていうことが昔からね、ずっと議論はあるんですよ。だけど、まあこのゾンビ議員ということなんですが、今回、比例公認しないと言ってるっていうのはですね、どういうことかって言ったら、重複を認めないっていうことですから、もし仮にですね、A さんと D さんがさっきのでね、もう一回出しておこうかな。100と98、100と40だとして、で、A さんが100と98、D さんは100と40なんだけど、もし A さんが最初から比例に公認されてないとですね、どうなるかっていうと、席配率 98% なのに、席配率 40% で比例に名前が載ってる D さんが受かるということになるんですね。要するに、比例公認しないっていうのは、席配率の意味を、こうね、無にするんですよ。簡単に言ったら。勝ちはいいですよ。だけど、98% で負けるか、60% で負けるかっていうのは、関係ないっていうことになるわけですね。これが重要な点で、で、重複をしないということをですね、認めた場合、私はですね、いくつかの、これ、過去を残すというふうに思います。それはまず、一つ目にですね、インセンティブの問題から考えたいんです。インセンティブっていうか動機ですね。要するに自分はこれやったらこういうことある。この場合ですよ。じゃあ、この重複を認められてない候補者がいたとします。まあ、いわゆるですね、このじゃあ安倍派の議員たちの中で、いたとしますね。そうした議員はですね、果たして比例は自民党に入れてくださいって、言うでしょうかね。私はね、そうじゃないと思います。今でもですね、多くの弱い候補者は、比例は公明党に。で、選挙区は私に、という言い方をします。公明党はこれを喜ぶんですよ、すごく。比例は公明党って言ってくれると、その候補者を応援するんです。とするとですよ、どうせ自分は比例で公認されない、ってないんだから、自民党の票がいくら増えたって、自分には関係ないと。どんなに比例が
多く積もってもですね、自分は絶対受からないと。名前が載らないんだから。だとしたら、比例は公明党でいいと。比例は維新でもいいと。でも、小選挙区は私の名前書いて、というね、いう人が増えてくるでしょう。そうやって考えると、私はですね、全体的な比例の票が減る可能性があるというふうに思います。つまり、これがね、石破さんの、目的で公認しないと。で、これでクリーンさをアップするということなんですね。これもクリーンの演出なんですよ。で、おそらくね、この3つぐらいが目標なんでしょうけれども、クリーンさと、清和潰しということなんだけど、いや、それに対してですね、こうデメリットあるよというふうに思うのは、一つはですね、今申し上げた通り、こう比例票が、減ると、つまりこれは公明に流れる。可能性があるということですね。比例は公明党、小選挙区は私ということ、この可能性が非常に高くなります。だって嫌だと思いません？比例は自民党に入れてください、小選挙区は私の名前を書いてください。これ普通ですよ。だって自分の政党がね、出てるんだから。で、だから、そういうふうに言うのが普通のあり方なんだけど、比例でいくらね、入れてもらっても自分が受かんないというふうに思ったらですね、いいよと、もう、そんなもん、比例なんかもどうだっていいよと。もう比例なんかもう、多分、俺の、ね、おかげで比例票が増えて、違うやつが受かるなんて許せねえというふうにね、思う人の方が多いはずなんですよ。これは。どう考えてみ、だって自分の立場だったらそう思いません？自分がどんなに比例ね、増やしてきてもですよ。自分は絶対に受からないんだとするんなら、比例なんか減っちまえというふうに思って、比例なんか一人も受からなくたっていいんだバカ野郎というふうになるだろうというふうに思いますね。で、これは比例票が減るということが、考えられるということですね。それからですね、比例票が減るだけではなくてですね、党内に大きなしこりが残る。というのはですね、もしですよ、今は支部長が公認されるんですよ。支部長が。よろしいですか？自民党の支部長がそのまま衆議院の候補者になるんです。で、今回はそうなるでしょ？でもですよ、例えば今回候補者として落ちて、で他の人が比例で受かったとするね、そしたらそこの支部長誰になるんでしょうか。次の支部長は誰問題が浮上するということです。つまりこれ相当党内にしこりが残りますよ。俺が入れてやったおかげであいつ比例で受かったと。だから支部長は俺だと。この支部は俺が何万票取ったんだと。でそれでこいつは受かったのに、ただ比例で名前載ってただけのやつがなんで俺の支部を取り上げるんだよっていうのがですね、全体的に増えた場合ですね、これは大きなですね、乱を起こす可能性があります。次の総選挙までの間に。つまり、党内でのですね、この、もう、石破に対する怨嗟の声というものがですね、崩壊と湧き起こってくる可能性があります。ですから、これはね、石破氏としてはですね、もうね、大きな賭けですよ。要するに、石破茂が、選挙で圧勝ということになったならばですね、圧勝した総理にね、対して物を言う人ってのはなかなかいません。で、しかも圧勝っていうことは、小選挙区でも勝ってることが前提ですよ。小選挙区で勝たなければ、比例しかないんだから、小選挙区負けてたら圧勝にはならない。とすると、この、次の支部長問題をなくすためには、公認しなかった。
自民党が公認しなかった人間も受かってきてもらわなくちゃいけないし、重複してない人間、ね、重複してない人間も自力で頑張ってきてもらわなくちゃいけない。で、そっちが全員勝つようなね、事態になれば、この石破戦略、クリーンを演出した石破戦略の勝ちということで、石破さんの政権は、安定したものになっていくでしょう。しかしですね、彼がやりたいと言っているですね、例えばですね、彼が本の中で書いてあるのはですね、まあ、言うことコロ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 変わるし、嘘つきだから、よくわかりませんけれども、嘘つき解散までやる。だって、ついこの間までは、解散ね、なんかやるのは邪道であって、要するに、きちんと国会で議論をしてから、補正予算とか組んでから、この解散するのが、あり方だというふうに言ってたんですよ、本人が。だけど自分が総裁になった。そして総理になる前にですよ。もうびっくりですよね。総理が言うならまだ私も、総理になる前に、もう解散するんだと、ああいうことを言った。これ憲法違反の疑いすらありますよ。天皇の国事行為っていうのは、内閣の助言に従うのに、内閣組閣もしてないのに、解散するんだというふうに言ってるんですから、これおかしいということも成り立ちますが、でも、結局、勝てば、石破の圧勝で、そして、勝てば、おそらくですね、安倍派の影響力、つまり、党内における安倍的なるものは、一掃されるでしょう。つまり、もう二度と力を持つことはない。つまり、石破体制、強固な石破体制が出来上がる。おそらくそれにかけてるんでしょう。で、これで杉田とかね、こういった議員をいなくすることができると。ということで、もううるさい右翼はね、もうこれでいなくなると。で、これでこうね、もう朝日新聞が持ち上げてくれるリベラル石破だと、ウヒヒヒというふうに、そういうふうに思ってる。ただ私はね、そうは問屋が下ろさないと思うんですよね。杉田水脈もね、こう何比例の単独から外し、そしてさらにですね、こう安倍派を狙い撃ちしたみたいにですね、支部長をですね、こう公認しないというようなことをね、やって、いって、で、この比例でもね、こう、安倍派をですね、どん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 ね、減らすということやってんなら、何のために俺ね、自民党に入れてるんだろうと。今回自民党に入れるってのは、安倍派潰しのためにね、加担する。つまり、安倍総理を支持してきたね、岩盤支持層からしたらですね、安倍潰しのための選挙に、なんでわざわざ自民党って書かなくちゃいけないんだよ、というふうに思う人が多いはずなんですね。で、ここまでわからなくちゃダメですよ。だって、これはどう考えたって、安倍的なるものをですね、自民党から一掃しようとしてるわけですから。そして石破的なるもの、小泉的なるもの、村上誠一郎的なるもの、嘘つき売国ひどいバカみたいな、こういうね、連中の牛耳るような自民党に変えてしまおうというための選挙なんですよ。そうすると、自民党にね、これで、もしですね、この、まあ石破はね、嫌いだけど結局自民党しかないよということで自民党に入れたらですね、それは、もう、党内における保守勢力がほとんどいない自民党をですね、是認することになってしまうという危機的な状況なんですよ。だから、まあこれはね、もう今からね、できるのはね、もうほぼ無理なんですけれども、党をね、二つにね、割るぐらいの胆力を持ってですね、この本当の意味での保守、自民党というのはね、まあ100人ぐらいの塊を作ってですね、政党を作って石破的なるものとね、戦うんだというね、ことができるのかできないのかということなんですね。で、これ、選挙が終わった後にも火種はずっと残ります。なぜかと言ったら、今まではですね、派閥の親分に、領袖に話すことによって、要するに、まあ今回はね、ちょっとお宅のところは、非主流派ですと。まあ、まあみんなわかるわけですよね。だけど、じゃあ二人ね、入閣させますよと、ということで、まあここで手打ちしようじゃないかということで、まあ相手がグーッというものあるかもしれないけど、一応の手打ちはなって、部下にね、党を割るとかそういうことはやめろよということは言える。
だけど派閥の領袖っていうものは今もう麻生さんしかいないんです。麻生派しか残ってないんです。で、派閥の領袖っていうものはですね、いなくなると、じゃあそのグループから2人ね、例えば取った、入閣させてやるよって言ってもね、なんであいつが入閣なんだよと、なんで俺じゃねえんだよと、いや前だったらね、いやお宅の派閥の親分と、話し合った結果今回はこの2名でっていうことだからと、まあ次はお前の機会もあるからということでね、派閥の領袖も収めますということができた。だけど今回はですね、収める人がいないんですよ。で、同じね、同期で俺の方がもうあのね、政治家っていうのはスーパー自己評価高い人たちの集まりですから、で、この人たちがですね、なんで同期、いや同期じゃない、俺より下なのにあいつが大臣になって俺大臣にしねえって、一緒はなめんなこらと、派閥もないから能力でね決める、じゃあ俺はあいつより能力ないのかというね、恨みが残ります。でもこれは石破じゃなくてその前の岸田が派閥を壊したからです。派閥を壊すと党内の融和はもちろん戦い合いもあるけど、戦い終わった後にですね、融和するのは派閥があった方が融和しやすいんです。一人一人と会って融和していくことよりもですね、お互いの長同士でですね、手を握り合えばですね、まあ部下を抑えるということはできる。だけど派閥の領袖じゃないんだから、もうもはや、だとするとですね、もうこれはもう自民党やだと、石破嫌いと、俺も嫌いと、私も嫌いという人たちがね、集まって当確運動とああいうものがね出てくる可能性がある。もしかしたらですね、選挙前に何かね、一波乱ある可能性もあります。これを撤回しない限りね、このでもね、言った以上撤回したら撤回したら国民からまた石破は嫌われますから、もう撤回できない。もうね、相当厳しい局面に追いられてる。だから石破の一番、石破としてこのありがたいプランとしては圧勝するっていうプラン。でもね、圧勝ないでしょう、どう見ても。誰が村上誠一郎の顔を見てこの人に一票入れたいと思いますか。気をつけよう、暗い夜道の村上誠一郎っていう感じでしょ。あの人ね、普通に歩いてたらね、夜中歩いてたら、警察官に職質ですよ。そんな類ですよ。ね、こんな人たちによってですね、日本を壊されてたまるかと。安倍は国賊だと言っていた人間を入閣させた、この内閣。果たしてですね、この内閣が保守派から支持されることがあるのかと。真面目に考えた方がいいと私は思いますね。よってですね、私は、石破茂が最終的に自民党をぶっ壊すという可能性はあると思います。要するに自民党は二つに割れちゃうという可能性があります。ですからね、高市さんも小林高之さんも今回、党のですね、役員、あるいは大臣等々誇示されてましたね。これは賢明だったと私は思います。ですから自民党が二つに割れるというね、可能性を作ったのは岸田が下地を準備した。派閥をぶっ壊すことによって。そして、その中でも最もおかしな石破という人間が出てきて、これを、エセ保守ですね。これがぶっ壊すということになってくると。まあ、これはですね、郵政民営化の、解散総選挙以来のですね、大きなですね、自民党内におけるですね、この分裂の危機をはらんだですね、総選挙になるというふうに思います。特に石破が負けた場合、大勝できなかった場合、もう怨嗟の声はね、これはね、凄まじいものになります。政権運営できないですよ。それぐらいなところにまで来ている。私はだから石破議員にですね、入れたね、石破総裁、石破総理を選んだ自民党員よ、恥を知れと。どっかで言ってましたね。入閣した方が言ってましたよね。恥を知れということをですね、申し上げたいというふうに思います。さあ、果たして結果はどうなるか。まだわかりません。だけれども、これはですね、どうなっていくか、私は毎日ウォッチし続けてまいります。そして、最新の情勢をもとにですね、いろんなところから情報も取ってまいります。で、そうした情報をもとにですね、
この岩田篤チャンネルで発信してまいりますので、ぜひですね、岩田篤チャンネルにご注目いただきたい。ぜひ、この際ですね、チャンネル登録まだお済みでない方いらっしゃったら、チャンネル登録のほどよろしくお願い申し上げます。またですね、この番組を継続するに際してですね、ご支援を賜られる方は、下記の振込口座よりご支援を賜りますか、あるいはですね、メンバーシップにご登録のほどよろしくお願い申し上げます。最後に、総選挙終わったすぐ後、11月2日、名古屋でですね、今度は講演会を行います。で、この名古屋、ガーデンパレスというところでですね、これは、定員100名ということなんですけれども、これもうすでに予約を受付開始しております。どのような結果になったとしても、この2日までの間にですね、私は分析を終えておきますので、この今回の総選挙はどのように見るべきなのかということを、日本で一番、早くそして深く分析するような講演になるだろうというふうに考えております。ぜひですね、今回の、選挙にですね、ご興味ご関心の終わりの方はですね、ちょっと早めにですね、ぜひ前売りの方がお得ですから、前売りで、買っていただけたらというふうに思います。下のところにですね、この URL 等々貼ってありますので、このそちらからお申し込みください。で、お申し込みが100人を超えてしまった場合はですね、残念ながらそこで、この打ち切りというふうになってしまいますので、ぜひ皆さん、一刻も早く選挙の結果を知りたい。いいにせよ、悪いにせよ、今後どうなるの日本の政治は、ということを考えてらっしゃる方は、ぜひですね、当日、名古屋までですね、名古屋はいいですよ、皆さん、東京からも近い、大阪からも近い、名古屋はなお近い、どこらでも近い、皆さん、ぜひ名古屋でお会いしましょう。11月2日です。総選挙のすぐ後になりますので、ぜひ、皆様とお目にかかることを楽しみにしております。どうぞよろしくお願い申し上げます。